では4番火事召喚です。はい、緊急事態宣言が解除になった10月1日の函館明治館周辺の状況をですねお伝えします。ご覧のようにツタの方がですね、はい、もう秋の気配になってます。紅葉が進んできて、このような感じでとてもね綺麗になっております。さまざまな色がね、まあ、真っ赤になるにはまだもう少し時間が必要ですけれども、はい、ご覧のようにこういうところでね撮影されるのもいいのではないでしょうか。そしてはい、今現在はこのように閑散としている函館ベイエリア明治館周辺です。まあ、余談と言いますかね、情報の補足と言いますと、こちらの明治館隣の海鮮市場、まあ、明治館を経営しているのがこの隣の海鮮市場なんですけれども、この海鮮市場の方では本日、明日、明後日と売り出しをするそうですので、まあ、本日も地元函館の方に来ていただくというようですけれども、店内は結構また、お会いしましょう。それではまたお会いしましょう。また、では、また、ご視聴ありがとうございました。